吉谷さん最近全然見れてないですよということで <laughs> YF さんお久しぶりです、はい、ようやくですねちょっと治ってきましたあのまあ Instagram でね YF さんの動画撮ろうかっていうものをコメント入れたら <laughs> YF さんがすかさずコメントいただいてありがとうございますはいまあ本当ですねあの体調崩してまあ <coughs> 結構長くていろんなことできなくてあの歯がゆいというかちょっとあれだったんですけどようやくですね回復してまいりました <laughs> この前あの久保さんとセミナーやる時もまだ全然だったんであの久保さんとセミナーやる前日にそのこれを買ったんですねこのアリナミンでアリナミン飲んであとあのなんか栄養ドリンク飲んで寝てでちょっと良くなったんですよ これアリナミンいいんじゃねっつってアリナミンそっからまた飲んで今毎日飲んでるんですけどあ,あの3日間ぐらいめちゃめちゃこれいいっすねアリナミンうんうんこれめちゃめちゃいいっすアリナミンこれ結構ねもうこれちょっと完璧になるまでこれちょっと飲もうかなと思うんですけどなんかその体が再生してる感じがするんですよねで今 あのほんと咳して咳もちょっとまだ出るんですけどその咳の質が変わって前はその黄色い黄色い痰が出てたんですけど今黄色い痰が出なくなりましたうんだから全然毎と楽になりました本当に前は本当にそのなんかねもうこう詰まるというかもう咳込んで黄色い痰ぶブワー出て、うん、だったんですけど今 黄色い痰がなくなりました、うん。これだからちょっとずっと飲みますとりあえず有波。まあ薬に頼っちゃうとダメなんですけどこれなんかここ3週間の間で一番これ効いたんじゃないかなまあ僕もいろいろ風邪薬とかあと割痕糖とかいろいろと飲んでたんですけどこれが一番ね 効いたなっていうアリナミン <laughs>、うん、風邪薬ではないんですけどねアリナミンジは元気を生み出すメカニズムもう元気をねこう生み出してくれましたねまさにうんげあの黄色いションベーンになるんですけどめちゃめちゃ元気をねなんかなんかねちょっと寝るのがねあれなんですけどだいぶ回復してきましたこれ飲むと本当になんかこう,こう湧いてくるというか あの前の,そのエンジンがですね、前ね、動画をバーッと撮ってた時に結構こうエンジンがバーッと乗ってたんですけど <coughs>、その感じにちょっと薬の力で <laughs>、はい、なんとか。これはもう,もうちょっとね、自分で効果を実感したんで、これ <laughs> 今のところは外せないですね、アリナミンは、うんはい。これ買ってよかったなっていう。 他の風邪薬とか飲んでもあんま微妙だったんですけどねこれは何か自分の体に合ったのかななな、うんうん、まあ、そんん感じですなんか YM さんあのねあの山田さんとめちゃめちゃやり取りしてて、まあ、僕いなくてもいいんじゃないかなっていうまあ一応ね僕もずっと撮るって言ってたんで撮りますけれどもまあ僕がいなくても今山田さんとねいろいろと多分。 あの全部動画僕見てないですけどなんかいろいろとそのビジネスのいろいろやってると思います素晴らしいうんいいと思いますはい <laughs> うんあそうそう YF さんもねわざわざその長崎からこう来ていただいてそうあ,あのそうだお会いしてからそうファンキー山田さんの動画もこの前に撮ったんですけど ファンキー山田さんとお会いした後撮ってなくて、YF さんとお会いした後も撮ってなくて。そう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 。はい。で、そしてなんだかんだ言って YF さんの誕生日が過ぎてたっていうね。申し訳ない。<laughs> もうね、YF さんの誕生日過ぎてますよね。はい。すいません。申し訳ない。<laughs> はい。もう誕生日過ぎてましたよね。うん、申し訳ない。まあ、このお詫びはですね、 あの車の車免停ですけど YU さん来ていただいたんであの僕が行きますからあの車免停終わって、まあ、こちょっとね今年はちょっと無理ですけど来年その免許復活したら長崎まで僕が行きますんでその時は長崎まで僕が車で行く時はですねあのなんかあのお土産持ってあのマグカップか分かんないですけど。 コーヒーカップいいんじゃないかなっていつもねコーヒー飲みながらこうぼやいてますんであのコーヒーカップいいんじゃないかなおソじゃなくていいかなと <laughs>、ね、おソロだとねなんか前ありましたからあのちょっとねおしゃれなコーヒーカップちょっとチョイスして YF さんにこういいんじゃねえかっていうね高級なわかんないですけどコーヒーカップをちょっとチョイスしてあのプレゼントしますんで、はい、今しばらくお待ちください 届けに行きますコーヒーカップをコーヒーカップをね、うん、まあそれで、まあ、コーヒー飲みながらボヤッコボヤッココーヒーカップを飲んコーヒー入れながら、うん、まあでちょっとだいぶ良くなってきたんですか調子戻ってきたでしょ、ね、調子戻ってきてるでしょ、うん、まあこれで調子に乗るとダメなんでこれ飲んで寝ますこれ飲んで寝ます <laughs>、はい、うん これ飲んで寝ると本当にねすごい体がね再生してる感じがするんですよねんここら辺からさなんかグーみたいな何なんだろうなんか回復してるぞ的ななんかねセンズみたいな感じです扇子 <laughs> 僕サイヤ人じゃないですけどセンズっぽいですセンズもね食ったらねあのブワーってなりますけど いや YF さんのぼやき久しぶりやんなー久しぶりですねいやもうぼやくそうそうそう風を吹きながらぼやくっていううこの前撮ったんですけどまあひどかった、うん、もうね朝起きた時のあのねなんとも言えないつらあのしなんかだるさもう何もかかあのこう湧いてこないんですよね <laughs> てかまた、ねね、寝ようかなみたいなね 全然活力が湧いててこないっていういっうやでもなおなお、まあ、これで甘んじちゃダメなんですけどうん、はい、いやーこうやってね YF さんとまたぼやきできると思うと荷が重いな <laughs> いつまで続くんだろう嘘嘘ですよそうですよ いやーね YF さんとねあのトマトラーメン一緒に食べられてよかったですよ、うん、トマトラーメン一緒に食べられてほんとね短い時間だったんですけどわざわざね長崎から来ていただいて本当に正味鹿児島にいたの3時間ぐらいじゃないですかね3時間4時間だったと思うんですけど本当に朝から朝出てきてで3時間ぐらいこう一緒にご飯食べたりとか、まあ、行ってで、あのー、夜帰るっていうね まあ本当にそんななんだゆっくりもあんまりできず、はい、で僕も体調をねあんまりあのよろしくなかったんで,で申し訳なかったんですけど、うん、すいませんわざわざ来ていただいてあとお土産もねあの悟空のやつもいただいて、うん、いや本当ありがたいですねあ僕も必ず行きますんで,、はい、であとあの 運転して大丈夫ですから特別にワイブさんワイブさん乗れるかな <laughs> あのね僕のバケットシートをね乗るとね結構ねあれ結構低いんで目線見えるかな <laughs> バケット大丈夫かなケツケツ大丈夫ですケツ <laughs> あフルバケットシート座ったことないまだ座ったことないですよねワイブさんあそこの席に。 あれね、結構ね、カツカツですよ、YF さん。ちょっとね、あの、お尻がこう、はまっちゃうんちゃうかなっていう。<laughs> はい、<laughs> はい。ということで。うん、いやー。この YF さんの動画をこう、撮れるようになってよかったな。ようやくほんとね、ちょっと、こう、いいんじゃないかなっていう。 まあ自分の体はやっぱり自分でまあなんとなくわかりますからねその前の感じと今まで全然違かったんで前の感じにな戻ってきたなっていううんまあ今年もですねもう終わっちゃいますけど、まあ、お互いに今年はいろいろあったと思いますし YES、まあの中でも多分2016年は多分すごいあの変わった年になったんじゃないかなと鍋ちゃんの転売道場入ってで転売でね利益であのこう出せるようになってうん当有言実行していただいてやっぱね鍋ちゃんが一番喜んでるんじゃないですかねあの一番やっぱ結果出してるし行動してくれてるので。 うん、で主婦をやりながらじゃないですかうんうん良かったと思いますまあ来年もまあまだ今年まだ1か月ぐらいありますけどまあお互いに頑張っていきましょううんまあ多分来年でこの多分今60本ぐらいですかね YF さんのぼやき多分来年で多分まあ300本ぐらい <laughs> なるんじゃないかなと もう400本ぐらいなのかな YF さんとのやりとりだけで。で <laughs>、ね、まあ、この前は1日1回ぐらいの2日に1遍とかね、1日1遍ペースでやりとりしてましたからね、またそれが始まるのかと思うと、の気持ちがですね、楽しくてしゃあないですよ。<laughs> はい、いやイ、まあ、YF さんも、あの本当に、まあ、僕が言うのもあれですけど、 年取ると本当に治りが遅いと。いや、今回、マジでね、僕ね、マジでしたよ、ガチで。ここまで伸びて、自分でもびっくりしました。相当体弱ってんなっていうね。いや人生で初めてです、こんな長引いたの。 ねね、セミナー参加者からは風「風邪もしかしてそれ風邪じゃないんじゃないですか?」って言われましたけど、うんはい、もうちょっと早くアリナミン飲んでればよかったな分かんないですけど、うんうんまあ、風邪ひくとビタミンがそのなくなるっていうことよく言われてますからねこのビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン12ビタミン B6 これが入ってるから <laughs> 聞いたのかな 武田が開発したビタミン B1 半導体フルスフルスーチアミンが体内のエネルギーを生産エネルギーに関与し使いに来ます、うんはい、これはおすすめですまあ僕の体にはあったのかなまあでも風邪ひいてる時でってねビタミン失われるって言われてますからねうん はい、まあそんな感じです。まあ良かったです。y イブ s さんのこの動画撮れて、うん、とりあえずは、はい、また、撮ってきますんで。うん、<laughs> 終わっていいですか終わっちゃっていいですか名残惜しいでしょ 名残惜しいでしょ和フさん久しぶりだからお吉谷から久しぶりに来たぞみたいなねお久しぶりだなとちょっと名残惜しいでしょあって終わりますあバッテリーがあと10%バッテリーがあと10%まだ10%できますけど いやーちょっと終わり方だちょっと YM さんこれ終わり方僕考えてなかったなすいませんすいません終わり方考えてなかったなあしまったまあいつも考えてませんけど <laughs> すいませんなんかキレのいい終わり方じゃなくて申し訳ないんですけど普通ですいません普通に終わります以上です